皆さんこんにちは、ニーマトリックの池田です。坪井です。本谷です。はい、今日は日本庭園会ではおなじみの本谷さんに、今日は本谷さんが何か教えてくれるために持ってきてくれたということなんですけど、どのような内容になってるんでしょうか。今日はぜひちょっと皆さんに聞いてもらいたいと思って、私の持ち込み企画で、はい、うん、今日はチャットボットってご存知でしょうか。うん、リックキャドのね、うん、ヘルプ、わからないことを教えてくれるチャットボット、うん、これの魅力をぜひ伝えたいと思ってやってきました。おー、はい、なるほど。はい、早速お願いいたします。はい。今日は、ここに書いてある通り、僕が主役だって書いてある通り、チャットボットを大解剖したいと思います。まず、チャットボットについてなんですけれども、2018年の6月に誕生しています。現在4年目ですね。はい。で、もともとは、こういうお問い合わせとかの回答って、リック FAQ っていうサイトで、たくさんそこに貯めていってたんですけど、うん、そうですね、うん。件数が結構多くなってきたので、こう、探しにくいっていうお声も結構あって、うん、2018年頃、ちょうどチャットボットブームが世の中に巻き起こったらしく、リックも、チャットボットを作ろうということで誕生したのがこのリックのチャットボットになります。はい、はい、1日にですね、今平均200件の対応をしています。すごい、ね、そんなに、ね、多いですよね。そんなに、うん、そうなんです。なんか言うても20件くらいかと思っためっちゃ買ってます。いや、夜通し働いてるからね。あ、結構使われてるんだ。そうなんですよ。そして坪井さんがおっしゃってくれた通り、24時間365日休まず稼働しているんで、わ、ブラック企業や。もうめちゃくちゃ働き者です。はい、なのでこのチャットボットについて、はい、もうちょっと皆さんにこのね、たくさん使っていただきたいと思ってます。まだ働かせる気ですね。まだめちゃくちゃ働かせる気です。で、このチャットボットですね、使うためには2パターンちょっと入り口がありまして、1つ目はデスクトップ上にあるリックコンシェルから入ることができます。困った時はっていう場所からリック FAQ っていうところを押していただけると、こういう画面が出てきて、右下にチャットボットに質問するっていうのが出てくる。これがまず1つ目のやり方です。はい、2つ目はもうリックキャドより、リックキャド開いた時の右上にあるヘルプのところに操作アシスタントっていうのがあるので、そこをクリックしてもらうと先ほどのところにつながります。はい、なのでおなじみといえば、皆さんから行くと多分リックキャドから行った方が早いと思うので、悩んだ時にはこう右上のヘルプから操作アシスタントで開いてもらうっていう風なやり方で覚えていただけるといいかなと思ってます。じゃあ実際にチャットボットを実践してみたいと思います。実演、はい、実演します。はい、お願いします。文章ボット。なんでやねん。ボットではないよ。じゃあ早速、チャットボットを起動させてみたいと思います。はい。すると、こういう風に、はい、何かお困りですか？お手伝いします。あれ、なんかでもあれだね。昔とちょっとなんか画面、ちょっと変わったね。そうそう。ちょっと前に変わりました。おー、なんかよかった。なんかおしゃれになってるな。かわいいですよね。うん、で、これですね、まあ、ここにまあ皆さんだったらですね、普通にこう聞きたいことをこう入れてもらうと答えてくれるっていう感じなんですけれども、ちょっと私の方から小ネタをお伝えします。チャットボット君ですね、挨拶すると、ちゃんと答えてくれるんですよ。こんにちはって言うと、長いな、挨拶。お、こんにちは。挨拶は人間関係を生かせる大切なコミュニケーションですねって言ってくれるんです。でこれですね、こんにちはに対しては実は4パターン返答のパターンがあるらしいんですけど、私まだね、2パターンしか見たことないんです。毎回こんにちはって言ってるのに、私にはねちょっとまだ2通りしか言ってくれないので、ぜひ皆さん4パターンをコンプリートしてほしいなと思います。そういう楽しみ方もあるんですね。であります。こう、私めっちゃ話しかけてるので、例えばお名前は何ですかって聞いてもちゃんと答えてくれます。名前はリックボットです。リックボットくんです。はい、まだまだ答えられないことが多いんですが、頑張って覚えるのでたくさん話しかけてくださいって。ちょっと謙虚でしょ。ねえ、なんかちょっと可愛らしいですね。そう、めっちゃ可愛いんですよ。なので私めっちゃ話しかけてて、好きな食べ物は何ですかとか聞いたら、中華。中華。お前口どこだよ。お前口どこだよ。どうやって解説するんだよ。そう、中華にハマってるとか教えてくれるので、中華味のなんかこうプラグみたいなのがあるかもしれない。そっから食べるんですか。中国製のプラグみたいなこと。中国製のプラグ使
とかかもしれない。なのであの皆さんもあのよかったらちょっとねあの話しかけてあげると可愛い回答が多分やってくるのでこういう楽しみ方もそ、ね、そのね気を要する時じゃなくて時間が余裕ある時はちょっとお遊び半分で癒しというかね楽しくあの回答をしてもらったり、うん、ちょっとしたねこう息抜きになればいいですよ ね、まあねうん、夜中一人でキャドずっと触っててね気分転換したい時にはいいかもしれないですね、うん、そうニックボット君に話しかけてあげてください喜びますうん、うんでもということで、AI だからこんな、まあ、しょうもない質問でもちゃんとその学習して、うん、いろんなことを覚えていくからってこと？よりそう しょうもない質問ってあとキャド以外のそういうことでもそのまあ人間的なこと、うん、例えばさっきの好きな食べ物とかの話でも日常ちゃんと学習して覚えていって、よりこう性格が出来上がっていくみたいなことになるんですよね。そうそうそういうことです。あのちゃんとこう毎日学習も毎日やっているので、あの皆さんから聞かれたことに関してはちゃんと次は答えるぞっていう気持ちであのちゃんといろいろ覚えてくれます。やっぱりじゃあ話いっぱい話しかけた方がいいってことですよね。うん、そういっぱい話しかけた方がいいです。なんか本当キャドで疲れた時とかにはですね。癒してもらえたらいいかなと思います。なるほど。ということで本題に行きましょうか。あの実際に皆さんはキャドの私みたいにねこういう小ネタじゃなくてキャドのことを聞かれると思うので、あのもうそんな時は本当にあの普通に話しかけるような感じで JW データを取り込みたいとかいう風に聞いていただけるとあの教えてくれます。でこの JW キャドを取り込みたいとかに関してのお答えに関してはあのここにこう URL をつけていますので、うん、この URL をクリックすると、はい、こういう風な説明の画面にちゃんと行きます。ちゃんとここのボタン FAQ サイトのそのページに回答ページに誘導してくれるんだ、うん、誘導してくれます。でもさっき何個も URL ついてましたよ。あ、そうなんですよ。それは関連するものに関してここじゃないここじゃないここじゃないっていう提案をしてくれたってことですか今あの子が。そうです。 JW データを取り込みたいって言ったらまずはですね保存の仕方から教えてくれたりとか、関連するものは一式上げてくれるような感じになるので、それはめちゃくちゃ便利っていうかありがたいですよね。優しいんです。さっきも言ったけど FAQ からそれを一つずつ探すのって結構手間だと思うんですけど、関連することをこうやって紐付けてもうここでしょ多分みたいな感じで提案してくれてるんですよね、うん、そうなんです。なので、賢い関連するものに飛んでもらうとちゃんとそこで、ね、回答も教えてくれるので、はい、これを見ながら皆さんも作業を進めるっていう感じで、はい、使っていただければと思います。なるほど。であの今は私はこう言葉で JW 取り込みたいっていう風にあの言葉で聞きましたけれども、あのヤフーとかで検索するときって単語で皆さん検索されるじゃないですか。なのでオブジェクト分解とかいうふうにこうスペース入れて単語で聞くことも可能です。そしたらまた教えてくれます。モルフ機能を使用することでできますよ。でこれ見てねとかで、さらにあのもっと、ね、バラバラにならないときはここも見てねっていう追加の情報をちゃんとくれます。すごいな。追加の情報が結構充実してるのがすごいと思いました、うん、うん、そうなんですよ。であのこういうふうな操作のことももちろんなんですけれども、あの意外と知られていないのがこの部材の検索も実はビッグボット君やってくれるんです。部材の検索、はい、そう部材の検索、例えばエコピュートはどこにありますかって聞いたら教えてくれます。ここにあるよ。おすごいこれ、ね、すごいでしょ。1年も部材がもう、ね、何万点と入ってるからすごい細分化というか、あのフォルダがね階層がすごい深いところにあったりするんで、うん、これはすごい、まあ、便利ね。あのなんかこのエコキュートどこにありますかだけだったらこうあのヘルプデスクにかけるのちょっと気が引けるかなっていう方もいらっしゃるかと思うので、あのぜひあの使っていただきたいです。割りぐりしはどこにありますか、もうちゃんと教えてくれます。でここにあるよってまず教えてくれて、さらには、うん、あのもうちょっと広い時に突き詰めるにはここだよとか、すごい適材配置を使ったらかっこいいアドバイス。そうすごい、でもめちゃくちゃ助かりますよね。その素材だけじゃなくて作り方とか、ここにまたこの、ね、展開したらこういうことができますよっていうのが、いい、ね、そうそう、割り振りし一個一個、未だに一個一個並べてる人とかいますからね、うん、石材配置を知らない人とか
いますからね、うん、そう 1個聞いただけで世界が広がるので、うんうんうん、本当に話しかけていただけると、ね、単純な Q&A だけじゃなくて、うん、結構プレゼンテーション的なことまでできると、うんうん、そうなんです。でこうやってねお問い合わせをしていただいて、あの結構ユーザーさんから言われるのが、あのそれでもね、あの学習はしてるって分かってるけど、あの好みの答えを出してくれないっていうお悩みも割といただくんですけれども、あのそういう場合はよくよくお話を聞くと、意外とこう曖昧なことを聞いてらっしゃる方が多くって、あの具体的にはですね、例えばレンダリングについてみたいな感じで聞いていらっしゃる方が多いんですよ、うん、そしたらレンダリングだけの一言とかだったら、もうレンダリングのことしか教えてくれないんですよ、うん、なのでなんかちょっとあこの答えじゃなかったなと思ったら、レンダリングをどうしたいのかっていうのを次に聞いていただきたい。レンダリングをきれいにしたいってなると、また違う答えをちゃんと出してくれます。レンダリングをきれいにしたいときはサイズを、レンダリングを早くとかってまたそれに対して答えになるわけですもんね、うん、そうですそうです。なのでこう聞きたいなの時にこう単語1個だけとかだと意外とこう本当抽象的なことしか教えてくれないので、こう言葉にしてレンダリングをどうしたいか、さっきみたいにこうスペース入れてのこの単語で2単語で検索するとかにすると、あの皆さんのお悩みは結構解決するかなと思います。言葉足らずはダメですよねそうですね、やっぱりあのリックボット君もね、なんか分からないなりに答えは出してくれるんですけどね、はい、分かりやすく、ちゃんと、はい、言葉にして伝えましょう気持ちははい、ということで、あのちょこっとこうリックボット君の魅力は伝わったかと思うんですけれども、うんうんうん、さらにリックボット君、あのさらにまだ働いてます、はい、実はですね、リックボット君ツイッターやってますすごいな、なんか時代の申し子みたいなことでこのツイッターはですね、あのほぼほぼ毎日、あの祝日とかはちょっと省きますけれども、あのほぼほぼ毎日あのつぶやいてくれていますし、あのよくあるお問い合わせとかを定期的につぶやいてくれるんですよ。なので、自分が気になっていることじゃなくてもツイッターをちょっと開いたら勝手にレベルアップしていける気分、うん、あこれは知らんかったっていうことは、あのあとクリックして入ったあれですよね、自分でいいねって押したら自分だけのマイリストみたいなのできるから、あそうそうそう覚えとく、ね、そうそうそう、これは覚えときたいとか、そうそうそう押さえときたいとかっていうのをどんどん星印で入れていったら、後で見返したときに、あそうだそうだこれ気になってたんだとかいうのも、うん、ね、自分のリストができるのはすごいいいと思うので、うん、ぜひぜひ、うんうんうん、であのツイッターの場合はですね、あの YouTube 動画で教えてくれるんですよ。さっきはすごいな、文字だったでしょ、文字でここ押してここ押してっていう風に文字で教えてくれるんですけど、ツイッターの場合はこのリック FAQ の YouTube に飛んで動画で教えてくれます、うんうんうん、なのであのツイッターもフォローしてほしいし、あのこの動画いいなと思ったらこの FAQ サイトもチャンネル登録をしておけば、うんうん、皆さんのレベルはもうどん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 上がります。かなりの頻度で更新されてます ね動画、あの私もチェックしてるんですけれども、よくそうなんですよ、リック TV はね週に1本ペースですけども、うん、このリック FAQ は本当に週に本当に 4、5 本とか、おーすごい、かなりの頻度で更新されてますから、そしてなんかこうあれです、時間もあの2分とか、ちょうどいいですね、うんうんうん、あの1分とかで見れたりもするので、うん、あのちょっと本当にツイッターから飛んで、あのね、ちょっとした時間空き時間に見ていただき、うん、気になるものは見ていただけるっていう風にするといいかなと思ってます。音声入りでね、うん、動画作られてるんで、だから女性の声なんで、もしかしてチャットボット君じゃなくてチャットボットちゃんかもしれないです。そうなんだなそうかもしれない、私はくんづけでずっと可愛がっていましたけど、うん、私もずっと男の子かと思ったけど、あれよくよく考えたらこの動画なんか女性の声で作られてるんです、うん、もうそういうジェンダーレスの時代ですか、そうですよね、男女はねもう問わず、そうか気にしなくていいのということで、あのツイッターと FAQ サイトのチャンネル登録もぜひ、はい、よろしくお願いします、うん、はい、うん、じゃあ最後にあのリックボット君から、はい、これからも頑張って勉強しますっていう風に言っていますので、皆さんぜひ活用してください。そうですよね、やっぱ皆さんが話しかけることでどん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 育つ子なので、
ね、もっともっとみんなで育てていきたいですよね。うん、じゃあ Twitter のフォローと YouTube のチャンネル登録もお待ちしてます。はい、うん、はい、ね、意外と私たちの方が逆に使わないですもんね、チャットボット。今日はあのチャットボットの魅力について教えていただきました、うん、はい、それではリック TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。